ジョージ・ゲインズは、フィンランド生まれのアメリカ合衆国の俳優である。1916年、フィンランドのヘルシンキに生まれる。母親はアーティストで、父親はオランダ人のビジネスマンだった。親戚に、ロシア系アメリカ人俳優のグレゴリー・ゲイがいる。1940年代に入り、アメリカへ渡ってきた後にブロードウェイデビューを果たした。第二次世界大戦前には、 イタリアとフランスにおいてオペラ劇にも出演。大戦中はオランダ海軍で一等航海士として従軍した。大戦後はアメリカでも上演している。舞台ではミュージカルからドラマまで幅広いジャンルにおいて役を演じ、ブロードウェイをはじめ様々な舞台に立ち役者の地位を確立した。1950年代からはテレビドラマや映画などへも活躍の場を広げ、 1970年代に入ると、シドニー・ポラック監督の、追憶や、ダスティン・ホフマン、ビル・マーレーら出演の、トッツィー、テレビドラマでは、ピーター・ホーク主演の大ヒットドラマ、ケージ、コロンボなどへも出演した。特に、日本でも知られるようになったのは、1984年に、制作されたスティーブ・グッテンバーグ主演のコメディ、ポリス・アカデミー。同作品において、 多数の素人たちが詰めかける警察学校のマイペースな校長をユーモラスに演じている。一作目が大ヒットしたことから以後7作品制作されたが、ゲインズ自身も同役でシリーズの全てに出演した。恒例であることも理由に2003年をもって事実上、俳優業は引退した。2016年2月15日に、米ワシントン州のノースベンドにある自宅で死去。 1953年に、カナダ系アメリカ人の女優兼ダンサーだったオーリン・アン、マクリアリーと結婚。二人の父親でもある。http://www.filmreference.com/.film/.45/.george-gaynes.html。ありがとうございます。